はい、おはようございます。本日はですね、10月6日金曜日でございます。車の中の気温は 18.2 度ですね。いやー、ようやくね、20度を下回ってくれるようになりましたね。もうね、このぐらいの気温が本当にいいですね。エアコンつけなくてもね、ちょうどいいというかね、薄いね、毛布みたいなものをね、ちょうど体にかけて、ちょうど心地よい感じで眠れる、そういう気温ですよね。朝方ちょっと涼しいかなっていう感じがしましたけれども、まあそのぐらいのね、状態がやっぱり、私個人的にはね、一番いいですね。で、まあね、今 18.3 度か。18.3 度ですからね。まあ日中ね、ちょっと今日天気予報見てないので、最高気温が何度になってるのかわかりませんけれども、まあそんなに上がらないんだろうなっていうのがね、なんとなく想像できますんでね。いや、これはいいですね。うん。ちなみに今日の天気は快晴でございます。もうね、雲一つない青空が広がってるというね、まさに快晴というね、字のごとくの天気でございますね。はい。それでね、まあ今日は金曜日ということで、ようやくね、今夜ですね、夜11時に、早々のフリーレン、まあテレビ放送という、その毎回のね、放送枠という意味では今回初めてという形でしょうかね。前回金曜ロードショーで、2時間枠で4話分ね、一気に、この放送ということでね、その後、配信も行われたわけですけれども、ね、まあ今日、ようやくね、毎回のこの、毎週の放送という意味では、第1回目というようなね、まあそんな感じになってくるのかなという状況ですね。まあ、第5話になるのかな？なので、これがね、まあどういうお話になるのかちょっと楽しみなんですけれども、はい。それでね、まあ、早々のフリーレンはまあこの辺りにしまして、これからのお話ですからね。今日はまあ何のお話かと言いますと、まあここのところね、ちょっとね、またね、体調が悪くてですね、月曜日に早退をしてですね、今週の月曜日ですね、もう午前中で早退してしまいまして、火、水と、もうボロボロの状態のままね、2日間自宅で過ごして、昨日もね、あんまり体調は良くなかったんですが、まあ昨日お休みするわけにはいかず、仕事に出てね、まあガチャガチャとあちこち行ったりしてね、仕事をなんとかこなして、でまあ今日迎えてるわけなんですけれども、やっぱりね、右肩がね、すごく調子悪いんですよ。ね、もう今年の春先、今年になってぐらいからかな、なんか右肩というか腕というかね、なんかね、夜寝ていてね、痛いんですよね。なんかそんな状態が続いてましてね。これがね、徐々に悪化してるという状態なんですよ。すこぶる良くないというね。ちょっとこれしばらくね、パソコン使わない方がいいんじゃないのかなって思うぐらいにね、ちょっと右の方のね、肩と腕、あと、まあ、肩といってもこの首の方の根元の肩も含めてね、で首の根元もそうですよね、後頭部というんでしょうかね、まあ、この辺がね相当ちょっとダメージを受けてるという状態で、またねちょっとラジログポッドキャストラジログ今朝の公開はお休みさせていただきましたけれどもね、ここのとこ更新をしていた内容というのが基本的に以前取りためていたものをまあ編集したりしてね、それで公開したものなので、まあちょっと今ね、もうネタが尽きているなという状態なんですよね。もしかしたら、今回のこの、ポッドキャストラジログ、今日今収録しているもの以降ですね、ちょっとしばらくネタが尽きているので、またしばしお休みをいただくかもしれません。お休みが続いたら、あ、ネタ切れなんだなというふうにちょっと捉えていただけたらなと、思っております。はい。それでね、何でしたっけ？そう。
もうねちょっと前の収録なんですけれども、公開したのはまだつい最近かもしれないですけど、ベリンガーのですね、プロ VS ミニ、まあ、これをね、注文をしたわけなんですけれども、今のところね全く音沙汰がないですね。まあお取り寄せということになってますので、まあ、この商品ね多分ね注文がね殺到していて、メーカーが在庫がね在庫の生産に追いつかない、商品の生産に追いつかないという状況になっていると思うんですよ。だから、まあ、工場からね物が上がってこないことにはねちょっと厳しい状況にあるんじゃないのかなと思ってますので、まあ、黙って 1,2 ヶ月はですね、まあ、入ってこないんじゃないのかなとは思っているんですが、まあ、一応ね、経過報告ということで、未だに何の音沙汰もありませんというお話ですね。うん。でね、まあ、音楽関係のこの DTM 関係のお話なんですけれども、もうね、10月入りましたから、ね、そろそろね、クリスマスソング作んなきゃいけないなというところにあるわけなんですけれども、今月ですね、エフェクターをね、1個買おうかと思っております。はい。何のエフェクターを買うかということですね。メリスというね、まあこれね、以前このポッドキャストラジログでもお話ししているかもしれないですけども、メリスというメーカーがありまして、そこから出ている、ヒドラっていうのかな？ヘドラ。ローマ字読みだとヘドラって書くんですけど、HEDRA って書いてね、ヘドラ。まあ、ヒドラと読むんでしょうかね。ヘドラと読むのかちょっとわかんないんですけど、そういったね、ギター用のエフェクターがあるんですよ。ギター用なんでね、まあ、足元に置いて、足でスイッチをね、オンオフ、切り替える。まあ、そういう感じのものなんですけれども、これがね、ピッチシフター内蔵なんですよ。ピッチシフターとあと何だったっけな、リバーブじゃなくて、ディレイかな、ディレイとピッチシフター搭載だったかな、ちょっと忘れちゃいました。まあピッチシフターは間違いなく入ってまして、まあ、これでね、ボーカルを通すことによって何ができるかというとですね、まあ、例えばね、3音上の声をかぶせたりとか、3音下のね声をかぶせたりとか、まあそんな感じでね、ハーモニーをねつけることができるんですよ。リアルタイムにね。だ結構その辺でねボーカルの部分で遊べるんじゃないのかなと思ってまして、これがね3万後半ぐらい価格がしたような記憶があるんですよ。で Amazon でポチると3万半ばぐらいだったような気がするんですよね。で今月ね10月の14、15だかの2日間にアマゾンがねプライムデーだかなんかでまたセールをやるんですね。でこの時にね、まあ、ポチろうかなと考えております。1万円以上ねアマゾンのこの通販アプリで、ポチれば、ポイントがね、ちょっと割増でつくというような、内容になっておりますから、それでね、まあ、エフェクターをねポチろうかなと思っておりますね。もう13、14だか14、15だか忘れましたけど、まああと1週間ちょっと、まあ10日切る1週間ちょ、うん、ちょっとって言い方がいいかな、うん、それでね来ますので、まあその時にねちょっとポチって、手に入れたいななんて考えておりますけれども、まあそれが届いたあたりぐらいからね本格的にちょっと曲作り始めないと、もうさすがに間に合わないだろうなとね。そんな曲作るそのものはねすぐ終わったとしても、あくまでそれ作曲の話であってね、編曲であったりね、曲データ作ったり収録したりっていうもろもろ考えると、もうとてもじゃないですけども、そんなね一長一短にできるものじゃないですから、今から曲を作っていかないとですね、まあ要は作曲の方入っていかないとですね間に合わなくなってくると思いますので、まあそろそろかなーなんていうふうに思っている次第でございます。はい。まあ、そんなお話をしてましたらね、会社の駐車場に着いてしまいましたので、またね、次回の、ラジログをお楽しみにいただけたらなと思いますけれども、ちょっと更新が途絶えたら、ネタ切れなんだなというふうに、捉えていただきたいと思います。はい。そんなわけで、また次回のラジログをお楽しみください。それではまた。